いつもご視聴ありがとうございます。本日はカタログ燃費の測定方法と3つの種類について語っていきます。この動画を見ればカタログ燃費の種類や実燃費の良い車について理解が深まると思います。当チャンネルではこういった車関連の動画を日々配信しておりますので、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは本日の本題に入っていきましょう。本日はこのような流れで解説していきます。皆様が車を購入した後の維持費で気になるのは、カタログ燃費に対し実燃費がどれぐらい走るのかだと思います。自動車税や任意保険、駐車場代などは費用が固定されていますが、燃料代は毎月変動します。車のカタログやネットのスペックにカタログ燃費が書いてありますが、カタログ燃費にも種類があり、どう違うのかわからない部分もあると思います。同じカタログ燃費にも JC08 モード燃費や10-15 モード燃費、 WLTC モード燃費があり、それぞれ測定方法が違います。ではカタログ燃費について詳しく解説していきます。最初に基本的な話になりますが、燃費とはガソリン1リッターあたり何キロメートル走れるかという情報を数値で表した情報のことを言います。できることなら1キロメートルでも多く走る車に皆様も乗りたいですよね。カタログ燃費には3種類の測定方法があります。3種類の測定法ともに高速道路や一般道などを走行して測定するものではなく、シャーシダイナモメータと呼ばれる試験機に車を乗せて測定します。最初に10-15モード燃費についてお話しいたします。10-15モード燃費は1991年に国土交通省が定めた燃費測定方法です。実際に車を運転した時の状況とは大きく異なる測定方法でした。10-15モード燃費の測定方法は、エンジンが完全に温まった状態にしてから加速、減速、停止の10種類のパターンを3回繰り返し、その次に15種類のパターンを1回測定する方法です。最高速度は70キロまでで測定します。現在では使用環境が大きく変化していることと、測定方法が旧来の方法であり、実燃費との差が大きく、あまり当てにならない燃費情報です。ちなみに私の V36 スカイラインは10-15モード燃費は 12.2 キロで、 JC08 モード燃費が 11.4 キロになります。続いて JC08 モード燃費について話します。 JC08 モード燃費は2006年に策定された日本独自の燃費試験モードです。実際に車を運転した時の数値に近い燃費が表示される燃費測定方法です。2009年10月以降に販売される新型車には JC08 モード燃費の表示を義務付けされております。10-15モードとの測定方法の違いは、エンジンが温まる前のコールド発進を 25% 程度測定しているところです。10-15モードよりも測定時間を倍近く長くして、実際の使用状況に近づけるために速度変化をつけた運転をして測定しています。 JC08 モードからは実際の重量に応じた計測も行われるようになりました。JC08 モード燃費は実際に車を運転した時に近い燃費が出るとお話しいたしましたが、実燃費との乖離はかなりありました。
JC08 モード燃費は基本的に10-15モード燃費の約9割程度の数値となっております。続いて WLTC モード燃費についてお話しいたします。 WLTC モード燃費は2016年10月に国土交通省から発表された新しい規格の燃費測定法です。日本独自の試験方法である JC08 モード燃費から世界統一の試験方法である WLTC モードに変わりました。2018年10月以降に販売される新型車には WLTC モード燃費の表示を義務付けされております。 WLTC モード燃費は市街地モード、郊外モード、高速道路モードのそれぞれの数値を算出します。3つの走行モードを平均的な時間配分で算出する測定方法で WLTC モードの総合燃費も算出します。 WLTC モード燃費はより実燃費に近い数値が出ます。実際に燃費を測定された方々もいるようで、平均的に WLTC モード燃費の9割の実燃費が出るそうです。また環境によっては WLTC モード燃費を超える場面も出るということです。これから車を購入する人は WLTC モード燃費に注目して車選びをすると良いでしょう。2018年より古い年式の中古車を買う場合は WLTC モード燃費の表記がないので、事前に自動車の SNS を見て実燃費を知っておきましょう。続いて燃費を良くする運転方法を5つ語ります。実燃費は同じ車種で同じカタログ燃費でも運転の仕方によって数値にばらつきがあります。燃費を良くする運転の仕方1点目が発進時にアクセルを強めに踏むことです。法定速度付近まで一気にアクセルを踏んで加速し、その後はアクセルやブレーキをあまり踏まないように低回転をキープするという方法です。なるべくアクセルを踏む時間を減らして流れに沿って走った方が燃費にも良いのです。燃費を良くする運転の仕方2点目がエアコンをなるべく使用しないことです。夏場の猛暑日とかは仕方がありませんが、窓を開けてなんとかなるような気温ならクーラーを入れずに窓を開けましょう。クーラーを使用すると約 20% 燃費が悪くなるそうです。燃費を良くする運転の仕方3点目が車両重量を増加させないことです。車内に重い荷物を乗せたりガソリンを満タン給油すると車両重量がアップしてしまいます。ちなみに日産 V36 スカイラインは80リッター入るので大人1人分ぐらいの重量が増えます。燃費を良くする運転の仕方4点目が渋滞区間や市街地走行を避けることです。高速道路や国道は基本的に直線が多く、ある程度速度に乗れば低回転で巡航でき燃費にもいいです。しかし渋滞区間や市街地走行では信号なども多く、発進や停止が多くなり燃費が悪くなります。燃費を良くする運転の仕方5点目が短距離ではなく長距離を走ることです。エンジンをかけたり停止したりを繰り返すと当然ですが燃費が悪化します。ちょっとした距離の買い物とかでしたら自転車などを利用するなり対策をしましょう。続いて実燃費の良い車についてお話しいたします。実燃費の良い車は基本的には低回転トルクとパワーのある車がカタログ燃費との差も小さく、実燃費が良い車が多いです。
同じコンパクトカーでも普通のガソリンエンジンよりハイブリッドやターボエンジンの方がトルクやパワーがあり、実燃費が比較的いいです。高速道路や流れの良い回送路ではより排気量の大きい車が実燃費に有利になります。高速道路ではパワーがより必要になるので、より排気量の大きい車の方が実燃費が良くなる傾向にあります。私の V36 スカイラインは 2500cc あるので、高速道路だけ走ると大幅にカタログ燃費を超えることがよくあります。逆に軽自動車のノンターボエンジンは回転数が上昇しやすく、実燃費があまり良くないです。市街地中心ならコンパクトカーのハイブリッドエンジンやターボエンジンが実燃費に近い数値が出ます。高速や郊外中心に走行するなら大排気量でパワーのある車が実燃費に近い数値が出ます。続いて年間の燃料代についてお話しいたします。日本の年間走行距離の平均は約7000から8000キロと言われております。年間の走行距離を8000キロと設定し、レギュラーガソリンで実燃費が10キロの車と20キロの車をざっくりと計算してみます。ざっくりと計算いたしましたが、年間8000キロだけの走行だと実燃費が倍だとしても燃料代は6万円の差額程度でした。年間走行距離が2万キロだとか3万キロぐらい走る方にはハイブリッド車がおすすめです。年間の走行距離が1万キロ未満だったらどの車に乗ってもそこまで燃料代に差がないです。最後に今日のお話のまとめに入ります。カタログ燃費には10-15 モード燃費、 JC08 モード燃費、 WLTC モード燃費の3種類があることが分かりました。それぞれ測定方法が異なり、より実燃費に近い数値が出るのが WLTC モード燃費でした。同じ車に乗っていても運転の仕方で燃費の数値が大きく変わっていくことも理解できたと思います。実燃費に近い数値が出る車は市街地中心ならハイブリッド車であり、高速走行などでは大排気量車が実燃費に近い数値が出ることが分かりました。年間の走行距離が8000キロ程度なら実燃費の差が倍に開いても年間の燃料代の差は6万円程度でした。よって燃料代の差はそこまでないので、自分の好きな車に乗りましょう。